あ、そか、ピンセット・ジョー選手あれか最初に滑るのか最初グループちょっと間違えて僕準備してなかったからラッセル君が止まったそっか間違えた95点で点数低かったんでちょっと始まっちゃったよもうはいやべえちょっと待って準備してなくて急に来たわはいあちょっと音も大きいなあでも平気かな音とかねなんか撮っちゃうとこうあれになっちゃうんで著作権になっちゃうのでちょっとはいはいというわけで 応援です。はい、みんな応援。みんな応援うん！ヴィンセントまず4回転ルッツでしょうかね？4回転ルッツ綺麗に決まりました。まあ、昨日ね。ちょっとまあ、プロトコルみいないんですけど、まあなんかもしかして回転が足りなかったりするっていうことだったんですが、とりあえず綺麗に決まりましたね。一つ目の要素はい、4回転ルッツのスタートでございます。これ非常に綺麗に決まりましたね。はい。まるでございます。うん。 うん、4回転なサルコ、まあ一応,今一応決まりましたね一応ねただ結構その回転不足になったりして意外と点数伸びないんでちょっとそこは不安なんですけど一応一応雰囲気は決めてますねはいまああとでチェックしてます <laughs> あどうしようトリプルアクセルトリプルアクセル トリプルアクセルはテテ、えっと、ステッピングアウトですね。まあ、これはバツかな。減、まあ、点点灯ではないです。ただステッピングアウトですね。ちょっとびっくりしました今4回転のトーループ、ああ決まりましたね、はい。濱田先生も拍手でございます、はい。4回転のトーループ、すごいですね。4回転はここまで全部安定感がありますね。まあ、雰囲気は多分決まったと思います。で、丸、まあ、でございます、はい。というわけで。 前半のジャンプは4つこういう感じになってますねはいちょっと髪型がちょっとなんかもはいまあいいやどうでもいいはいえー、っと待ってあれ今のこれをシークエンスだなこれをシークエンスがあこれをシークエンスだねはい3つ目これがこれよりございますねあ待って4回転サイコール送る おいあ、四回転サルコウダブルトーループ。まあこれは三角かな。ちょっと詰まったんで、もしかすると回転足りなかったかもしれないですね。これはこれをシークエンス。はい。なんだろう。今見なかったですね。四回転かな。もう一回。あ、トリプルアクセルトリプルトーループですね。トリプルアクセルトリプルト。ールこれ綺麗に決まったっぽいです。はい。 これ非常に良かったですね。はい、でこれが6つ目七つ目の表あと、えー、プロ5つですねはい今はスピンを2つやりましたね八、九。でここから座頭位置にうが変わってくる気がするんですよねフライングキャメルスピンフライングキャメル非常に良かったレベル4とれてますよねで今のがコンビネーションスピンかな トリプルアクセルがもう一本ある気がするんですがちょっと疲れてますねあチェンジシットスピンかトリプルルッツオイラートリプルサルコン決まった,ルルまったはいあ今ファイナルジャンプかあといてことはほぼノーミスあ一つミスがあったかトリプルルッツトリプルサルコンですねはいこういうジャンプ感じでございます今ステップシークエンスやってますこの曲はザトイツだったっけ、ね、確か ステップシークエンスで、例えじゃないか、なんだっけな、ちょっと忘れましたけど、はい、はいこんな感じでございます。ヴィンセント・ジョー選手、まずまずですね、うんまあ、あのフリースケーティング、最近結構ミスが多かった感じがしたんで、まあ、そういった意味では非常にあのいい出来だったと思いますね。はい足のコンンンビネーションスピン 最後の表彰だけ。あ、はい。ヴィンセントジョー選手の演技終わりました。演技振り返っていきたいと思います。はい。えー、っとちょっとね、あのー、はい。まあジャンプ四回転に関してはほぼミスがなかったというふうに思います。四回転は一二三四本ですね。はい。 あのー、4回転を5つ予定していたと思うんですけど4つだけにしてますねあれ ?1、2、あ、1、2、あれ1、2、3、4、4つかあれなんかジャンプ抜けてんな1、あ 1, 2、3、4、5、6、7本だからいいのか4回転ジャンプ5、5, 4回転やるかと思ったんですけど4回転な,なかったですね はいまあ、あの途中、4回転ルッツ4回シャルコウとかまあ4回転と非常にきれいに決まった部分あるんですけど、ショートでちょっと回転が足りなかったのか、あんまり点数が伸びなかったんで、きれいに決まったと思っても、ですね点が伸びないとか減点とかね、こういった Q マークとか、アンダーローテとかね、そういったマークがつきやすいことが結構あります。はい、なので、これがあの出てきちゃうと思ったより点数が出ないという事態に陥ってしまいます。 はい、で特に、まあ、あのこの中盤の4回転サルコウダブルトーループのこれコンビネーションなんですけどこれでちょっと詰まってしまったんで4回転サルコウがこれはちょっと減、まあ、点の対象になるし、まあ、それかもしかすると、まあ、こういったマークですねがつきやすいという可能性もあるのでちょっと注目ですね。はい、ただまあおそらくトリプルアクセルトリプルトーループこれ今あの後ろ皆さんの後ろでやってますけど。 えー、まあこれは綺麗に決まったんじゃないかと思います。はい、こうそうですね。ただまあこの中盤前半のねトリプルアクセルが大きくステッピングアウトしてしまったんで、これがかなり大きな減点対象になっていきます。はい。まあこれ今4回転とサルコダブルトを見てるんですそんな大きな減点にはならないですが、まあ回転が足りなくなるとちょっと減点していくかなっていう感じですね。ただ全体的には非常に良かったと思います。最近ねあのフリースケーティングが少しこうあの 点数っていうか、ね、あの伸び悩んでたっていうか失敗も結構あったんであのそういった意味ではあのそうですね、えー、ま,あまずまずの出来だったというふうに僕は思います、はいだ。だからまあどれくらい点数が出るのかちょっと分かりませんが得点だけちょっと確認得点ね最後見ていきたいと思います。そうです、ね、今あの森、ー、志君がトップで2位にカムデン君がですよね。はい 3位がアダム君ということになっておりますがどれくらい点数が出るかなという感じです <laughs> まあトップには立つかなと思うんですけどもねでもちょっと分かんないですねまだちょっと回転不足が取られちゃって不意に変なその思っている点数伸びないっていうことは結構あるのでそれはちょっと不安ですねはいまあちょっと点数出るのが遅くなってるっぽいですね、うん、でこの後が イタリアのグラッスル君だと思うんで、えー、グラッスル君、マリニン君と続いていくという感じですよ、ね。アメリカは、あ技術点93.96。プレゼンテーションが87点、プレゼンテーション伸びないな。1 8点5 4ですね、合計が。これ2位ですね、このフリーの合計は。あ点 3八でトップに立ちました。おめでとうございます。まあでもちょっと点数下げ、低いというかね、特にこのプレゼンテーションがね、80点台なんで、ちょっと伸びしろがあるっていう感じですかね。はい。ミニセット上はプログラムコンポーネントちょっと伸びにくかったなっていう、まあ93点なんで、多分これはこの辺とかで多分回転不足を捉えていたかもしれないんで、そこら辺もあとちょっとチェックしていきたいと思います。はい。えー、では続きまして、このままグラッセル君もちょっと見ていきたいと思っております。 はい、イタリアのダリエルグラスティ君の演技でございます。はい、えー、ダリエルグラスティ君も四回転を、えー、バンバン飛んでくると思うんで、ちょっと楽しみですね。これからの、こう新鋭になってくる選手だと思うんで。ちょっと楽しみですね。はい。ちょっと、ここで水休憩をちょっとしますね。あ、そういえば、さ、さっき宇野君の衣装変わってましたね。うん。 あのー、濃い青に変わっててちょっとびっくりしたんですけどもはいあちょっと音がダニエル君は多分最初4回転ルッツかと思うんですけど変変えた変えたないかあー点灯あ転倒ちょっとね後ろにこういっちゃいましたね体重が。 後ろに体重がいっちゃいましたので最初のジャンプ転倒ですね、これ、はい、回転もギリギリだったかな、ちょっと、うん、いやでもすごいですね、本当後半グループから見事4回転ジャンプでルッツを調整していくさっきね、まさかのキーガン・ミッシングも4回転ルッツを調整してました転倒がね、ありましたからね4回転フリップ、これはめちゃめちゃ綺麗ですね。 彼はせっかく四回転打つフリップ、一に決めれるんだから。あのショートプログラムでもね、あのトリプルトリプルでゃなて、四回転フリップ、単独のジャンプやってくればいいのになって。ちょっと思ったんですよね、僕ね。四、うん、回転のループから、オイラー、サルコー、おーすげーこれは。爆発的なジャンプを飛びましたね。はい、これはすごいですね。このダニエル君の見所は、まあ、難易度の高い順に、こうね、ジャンプを挑戦してるっていうところが。 面白いですね。トリプルアクセルなんとか決めましたね。はい、これはなんとか決めてきました。はい、今スピンがスピン入っています。こうやってこうルッツフリップループってこう、えー、難しい順番にやってってるっていうね。4回転のフリップルッツとかですからね。はい、大したも動でございます。でフリップとこれは多分良、えー、かったですね。これがちょっとまあどうかなっていうところでしょうかね。はい、こんな感じでございます。 チェンジシットスピン、あ、音楽変えた。変えてないか。まあいや、後で見よう、ここあ、変えてないわ、思い出した。あ、思い出した、あ、そうそうそう、この曲でしたね、思い出しましたね。はい。え、これレベルフォーですね。チェンジシットスピン、レベルフォー。後半に、よく書いてるっつ?。あ、トリプルルッツ、トリプルトウかなるほどですね。 トトトリリププルルツトリプルトールーこれは綺麗に決まりましたねはいはいというわけで <coughs>、えー、トリプルフリップトリプルトールこれもめちゃめちゃいいですねはい体かなり体動いてるんじゃないでしょうかね <coughs>、えー、8つ目の要素あなんだの <coughs> あトリプル,ルッツ,かすごい、ね、ルッツフリップめっちゃ得意ですね。うん、もう彼のジャン演技はルッツとフリップで構成されてるんじゃないかってね、そう思っちゃうくらいですね、えー。トリプルルッツで今のがコンビネーションスピンですよね。あれさっきのルッツジャンプ、点数入ってない、入ってるか、フライングコンビネーションスピン、フライングコンビネーションスピン。はい、これがレベル4ですね。 はいまあ、彼もちょっと4回転決めてるんですけど、まあ、回転が足りなくなることが結構あるので、まあ,あの後でちょっと採点チェックしたいですね今のところ70点っていう得点でなってるんですけどねはいこれ <coughs> 回転足り陸というのは上なんでそこでございますねこれがステップシークエンスステップシークエンスはレベル3かで これ,はこれをシークエンスかなこれをこれをシークエンスですね。でコンビネーションスピンかな最後。はい。こういう感じでございます。コレオシークエンスも混ぜまずまずのでいやでも今最新速報値で78点なんで、あ今演技終わりましたね。はい。あえっとちょっと下を覚いてます。はい <laughs> うん。まあ。 悔しい嬉しいっていう感じですかね。うん。悔しい、嬉しいっていうね。皆さん、僕、今日落ち着いてますでしょう。今日ょう、きの反省したんですよ。あれから反省して今日、きょうは、落ち着くって決めてるんでか、かなり落ち着いてます。はい。えー、まあ,あの、とりあえず、あのダニエル・ガーセイ君の演技を振り返っていきましょう。はい。えー、こんな感じでございますね。うん。はい。まず、4回転ルこツ、転倒で、えー、多分回転とかも足りてるのかな、ちょっと。 怪しいですね。まあ、とりあえず店頭ですね。これがちょっと、えー、悔しいですね。やっぱりうん。でえー、4回転フリップ。これはめちゃめちゃ綺麗に決まりました。これは加点も伸びてくると思います。4回転のループからオイラーサルコウですね。これ、4回転ループ回りすぎているんじゃないかなっていうぐらいの。 回ただフルあのそれこそこうプレローテーションっていって準備する期間が長すぎると,、まあ、ちょっと回転不足を取られやすかったりするっていうことがあるんでちょっと不安ではある,あるんですけどもねただそれ以外のジャンプそしてスピンステップとかは、えーまあ、ステップでレベル3ですけどねでもある程度ラ <laughs> リエルくんの、えー、相場かなというふうに思うので良、えー、かったというふうに僕は思っています。はい まあ彼もですね、まあ難しい4回転もうこのルッツループ、ルッツフリップループってこれこれはもう本当にダニエル君しかできないんですよまあねあの,あの金がね今なってあのルあのまあネイサンチェンもやっぱりルッツフリップはできるんですけどただループができないんですよまあハニー君は、えー、フリップ ルルルーーププププととツででででできききるるんんんんすすけどフフリリッッないよねくはだけどルツがでできないんですよだからその、えー、全部のジャンプルッツフリップループ全部できるっていうのはダニエルくんだけなんでほんとそういった意味ではもう鬼ですね、うん、試合でできるっていうことですからね練習では分かりませんよ、ね、もしかしたらできるかもしれない姉さんもループでできるんですけどもねでもあのダニエルくんはずっとこうやってきてるっていうイメージがあるんではいそんな感じなんですよね、うん はい、得点が出ますどこが出るかなちょっと分かんないですね。予想するのは難しいですね。うん、ちょっと待ってる感じか。テクニカル・エレメンツがどれか出るかな。90点は超えてくると思うんですけどね。はい。ちょっとで遅れてますかね。あ出る。さっきあれ、ビンセント・ジョーの点数あ270点台だったんで。 280点は超えてきそうな気がするんですがちょっと分かんないですやっぱ遅れてますねちょっとあ出ますあ,あ出ない点数があんまり 85.98? めっちゃ出ねえな 84.06?169.04 ですねフリーはあ点数出ないい位です うわー、4位になっった。総合順位4位ですよ。まさかの。うわー、やられたね。260点台で4位でございます。うわー、デニアル君、残念ですね。1位、ヴィンセント・ジョー、277.38。2位が森シバシリエフ。3位が、えー、カブデン・プレイチヌはい、そして、来ました。恐ろしいマリリン君でございます。皆さん、大丈夫でしょうか。僕はダメです。はい。 はい、というわけでどういう演技になるのか見ていこうと思うんですけども、はいまあ、最初の4回転ルッツこれはどうなるかもう書いちゃいますね。このザ・ゴールデンエッジっていう曲めっちゃ好きなんですよ僕ね。うん、これはまってはまってっていうかすごいいい特に後半の盛り上がりのところがドラマチックですごい好きなんですよね。うんまあリクゅーのねプログラムといい本当ドラマチックな人は本当いいいいっていうか心残りますね。 すげー綺麗あの綺麗すぎてあの、やばいですね。これは花丸でございますね。いやー、もう僕こんな、こんな感じで見てました、このテレビこっちゃんで、こんな感じね、本当 <laughs>。イーグルから4回転のトーループ。うわー、すっげえ綺麗もう何も、何もこうね、あのものともしないっていうことを言うんですよね、こういうのね。はい、多分ん、次、トリプルアクセルじゃないかな。ね、インクが出にくくなってますね。 トリプルアクセルだねトリプルアクセルどうか高い高いねうん高さ満点でございますねもうここまで3つのジャンパーもまず完璧な完,完璧だと思いますねいや GOE もらってんね4回転サルコウかなおおあ転倒した転倒したよまさかのいや君ねまだサルコウは手を上げちゃダメなんじゃんよっていうまあでもこれね他のジャンプでやったからね 回転サルコーこれたのねたのねたけのこたけのこねあちょっとたけのこ4回転サルコー、ねねね、だったんですよねうんたけのこ4回転サルコーでございますこれ点灯ですねいやでも回転がかなり足りなかったうん多分こういうマークは作ったと思いますこのくの字2つのマークですねフライングコンビネーションスピンあこっからゴールデン位置に変わっていくるのかなねはい フライングえっ、ー、とコンビネーションスピンはいレベル4ですねまあスピンは多分全部レベル4とか取れる気がするのでステップシークのようストップとかは多分まだこれからだと思うんですけどでもなんかねもうなんか動き全体がもうこう天性の動きと言いますかねもうね絶対成長するよねっていう動き方してるんですよ、うん、なので ま,あまだまだこれ、エリア・マリニック、まだまだここからがスタートなんで、これがですよ、まだあのえスタート地点なんで、本当にあのまだまだこれからですね、ちょっと疲れが見えてくるけど大丈夫かな、4回転トーループです、それぞれね、疲れてるな、大丈夫かな、あ、やっぱりダメだめだ、4回転トーループ、これ完全に、いやね、そう思ったんですよ、なぜかって言ったら顔がもう疲れてた、心配です、4回転トーループ、これはリピートですね。 次ル,ルッツだよルルッッツツじゃないあフリップかフリップだねフリップトーループはいトリプルフリップトリプルと次ルッツ次がルッツループかなルッツループはやんないのかな今日いやーちょっとミスが出ましたねイリアら君トリプルルッツおっとどうしたんトリプルルッツもコンビネーションできなかったね大変ですコンビネーションが1個しかない これはやばいです。これリピートですよね。これ天失敗してこれは成功か。これが三角だよね。オーバーターンうわあ、ちょっと疲れが出てきちゃったね。もうね。あのー、僕ね。この4回転トーループこっからね。怪しい気がしたんですよ。はって感じな顔したんで大丈夫かな？と思ったら、ね、ああちょっとステップもいつもいつ書いてない。稲葉は平気かな？稲葉はこう,こうしてこうしてこんってこういう風なことやるんですよ。今日やんなかったですね。 やっって欲しかったんですよ、うん、そこが僕の見どころでかいなんですけども89、えー、で10が、えー、っとスピンやって、えー、11がこれがステップコ、えー、かこれをシークエンスねはいあーどうしたスピンもちょっとばらけたかうえどうしたこれは悔しいぞでも待って くこれ、ちゃんとやればあのメダルのチャンスです俺、俺、はい。やべえ、緊張してきて、やっぱり。<laughs> はい <coughs> はいえっと、コンビネーションスピン。はい、では、ちょっと振り返っていきましょう、こういうふうになりましたね。えっと、まずね、まあ、最初のジャンプ、神がかってましたね、この3つのジャンプは非常によかったと思います。 ただですね。この4回転サルコウの転倒をしたあたりから、ちょっと痛みと言いますかね。疲れと言いますかね。あの思わぬ転倒だったと思うので、ちょっと顔がかなり変わってしまいましたね。多分ここでちょっと足を痛めて疲れが出てきてしまったのかなというふうに僕は思います。はいで、その後の。まあ、コンビネーションスピンとステップシークエンスで。 え立て直してくれるかなと思ったんですけどあの4回転トーループまさかの回転不足で降りてきてしまいましたこれが完全に回転が足りませんだからダウングレードかダウングレードになる可能性がありますそうするとトリプルトーループからの減点ですのでもうほんとかなり大きな減点になることが想定されますであのトリプルループトリプルトーループは非常に良かったんですがこのトリプルループでコンビネーションジャンプできずにですねあの降りてきてしまいましたねはい。 あのー、これに関してはあのー、まあトリプルツトリプルループっていうジャンプを持っていけるんですけれども4回転トウループのこれ完全はどうでしょうかねギリギリかキューこれかアンダーローテかキューうんでもアンダーローテかダウングレードでしょうかねちょっとはここはあで確認していきますただまあトリプルルッツトリプルループっていうコンビネーションをやろうとしたんですけどルッツ降りた後に開いちゃいましたねはい。 なので、これがあのダメですね。三角で減点の対象になるということで、結構ミスがかなり響いちゃいました。はい。ただ、まああの、前半のところの得点と、あとスピンでステップどれだけ点を巻き返すとことができたかっていうところになってきます。あとは、4回転トーループが回転が足りないとなると、えダウングレードになっちゃうと、本当に大きな減点になっちゃう。もう、本当に、ダブルトーループぐらいの点数になっちゃうことがあるので、ここが非常に大きいです。はい。それから、 えー、そうですね、あの4回転サルコの減点もかなりあるので、ちょっと点数がやばいんじゃないかな。81.33、技術点81.33、プログラムコンポーネンツ83.30で8位です。はい、で、あの総合ポイントがまさかの6位、263.79ですはいい位でございます。

いやー興奮したいって言ったのにもうダメだめだ忘れてればね。はいというわけでああ頑張ってほしいなほんと緊張していったお願いしめてあーダメだララランドですああお願いもう友野くんが1位という状態を作ってああ鍵山くんと宇野くん迎えたいわあーもう皆さんたあたあ <laughs> 皆さんにあの委ねたいですね。 あーお願いああ、緊張してきたよしあーステッピングアウトした四回転トー、トリプルトーお願いしますお願い助けてー助けてーお願いこれがステップアウトです。あーお願い決めて友のと四回転サルコーでしつ次多分。あれサルコーかな あー、トーループかサルコーではね、はい。あー、もうダメだ、転倒した。あー, <laughs> あ,ー <laughs> あー、もうお願い。<laughs> 4回転サルコーが転倒でございます。三角ですね。4回転トーループ入れよし なんとか、あ、トリプルループでね、ねここで、ね。よし、ここ前回失敗したんだよね。うん。なんとか、なんとか、なんとか、<laughs> 夢をつないでほしい。夢をつないでほしいです。あ、四回転サルコの点毒、悔し、いなんと。あ、もう、すごい悔しい、もう。もう、四回転サルコウ、点灯してほしくなかったな、本当に。ステップシークエンス。 でも僕だったら無理ですね、あの本当すごいと思う、このプレッシャーの中で滑るのが本当に無理だと思うんで、もう滑ってるだけですごいんですけど、でもここまで来たら、もうあのちょっとやってほしいな。はい、こういう感じですね、4回転サルコウ、転倒して、4回転トーループが決まってるんで、ー今トップ、ー西君、あっ、じゃあ、ヴィンセント・ジョーか。ヴィンセント・ジョー、あー、 トリプルアクセルスライダーが祭りの。ああ、アクセル、アクセル、頑張ば。アクセル、アクセル。アクセル。頑張れ。よし、最後。ああ、オーバーターンした。これがオーバーターンですね。もう一本トリプルアクセルじゃなかったっけな。そうではね。うん、トリプルアクセルが。もう成功で花棒につけてくれ。 ダメだーなんで失敗してたんだのトリプルアクセル、これ、ステッピングアウトしトリプルルッツかなフリップかなトリプルフリップ。あ、トリプルフリップ、ダブルトーループですね。はい。ああー、ちょっと失敗良かったですね、今回。はい。というわけで、気持ちを切り替えていきましょう。もう、す何、何、何書いてんだ、僕は。本当と、ほんもう。 うん、<laughs> えっと待ってトリプルアクセルがちょっとこれがステッピングアウトだったのかなはいだから三角かツかなうん123456はいあトリプル,ルフリップフリップかフリップルッツフリップかトリプルルッツかなフリップ近いですねはいあこのねステップシークエンスめっちゃいいっすねはいこのこれをシークエンス ここちょっとやっぱあのめっちゃいいっすねこれ <laughs> めっちゃあの笑顔でございますミスはあったんだけどああーでも速報値84点だよね大丈夫かな ああでもヴィンセントは95点だったのか、ショートあー、分かんないできればー、あーあーどうかなでもカブデンプルキネも97点儀優先出たしそう考えるとやっぱり、まあでも表情が結構笑顔が良かったけど、中野先生もこう <laughs> 中野先生この,のっていう顔をしてましたねはい、あ。 緊張ありましたやっぱりこうプレッシャーとか大きいからねやっぱうんショートの貯金101点どこまで生かせるかそこがポイントですね山出てきましたね。 今日僕静かでしたね、割とね。うん、多分静かに出てたと思います。全然かけてないですよね。はい。こんな感じで振り返っていきましょう。まず4回転とトリプルころレステッピングアウトでと、あの、オーバータンかなステッピングアウトでちょっとミスが出てきてしまいました。で、4回転サルコーで転倒という感じだと思います。これが本当に悔しいですね。で、4回転トループ、これなんとかこれ決めてくれました。これは非常に、えー、夢を伝えいでいってほしいでございます。はい。 4回転トーループからトリプルトーループ非常に良かったんですけどもね、非常に綺麗に決まったと思ったんですけど、ちょっとステッピングアウト残念でした。で、4回転サルコウね、ちょっと緊張感の中で、あー、回転またりてる、あー、惜しかった、惜しかった、もうこういうふうにやってればね、あー、4回転サルコウ、もうそこでこう止めてくれれば転倒じゃなかったのか、4回転トーループぎりぎり。 4回転トループはセーフですね。セーフティーランディングでございます。ただトリプルアクセルが後半ちょっとミスがあったので、そこが悔しいですね。トリプルアクセル、トリプルサルコー、オイラーでトリプルサルコー、トリプルアクセルオイラーからトリプルサルコー、これもちょっとオーバーターンしちゃったんで、ただ、なんとか明日はつかなかったんで,で、この2つ目のトリプルアクセルもちょっとステッピングアウトしちゃったんで悔しいですね。うわー、ちょっと、このね、やっぱ細かいところでのミスっていうのがちょっと悔しいな。 うん、いやーどれくらい点数出るか、ま、な、あ、PCS とかもちょっと気にはなるんですけどただ最後のこのコレオシークエンスとかめちゃくちゃ爆発的に演じてくれたし、えー、まあコンビネーションは一応入ってるんですよね多分あそっかでもコンビネーション1本ないあトリプルルッツのところダブルトーじゃなかったっけな確かうんなので、えー、全部コンビネーション入ってますかね多分コンビネーションフリップかなうんはい入ってると思う多分コンビネーション全部入ってるんですよなので あそこはいいとしてどうでしょうかどれくらい点数出ますでしょうか、うん、いやーでも内容的にはヴィンセントの方が良かったかなやっぱルッツも入ってるし、うん、得点出ます 1> あ1 6 8点2 5で6位ですね総合得点は あ、でもプレゼンテーション87点か。あー、4位です。269点。あー、37で4位ですね。いやー、悔しい。4位でございます。もう先生も放心状態。もうこう。あー、マジか。マジか。はい。では、えっと、鍵山君と小野君の金メダル争いを。 えやっていきたいいいと思います、はい、いやーちょっとあれだねなんかちょっと気持ちがまだ、あのー、気持ち切り替えられないけど狩山君はこうやってやりましたねはいあ気持ち切り替えられるかな僕というわけで狩山君の狩山君は多分やってくれると思うのであの落ち着いてみようと思いますはい <laughs> これ「グラディエーター」まあ、最初ピアノのヘバージョンでねうん 彼は多分 4, 回転あ4回転ループやるかどうかなんでしょ、だから一番最初のジャンプをループジャンプにするかどうか練習の時き、サルコーか、4回転サルコー、あー、すごい綺麗もうね、ほんと綺麗もうほんと綺麗もう多分満点取ってもいいんじゃないかってね、これはもうめちゃくちゃ綺麗ですね。花丸でございます。鍵山君と小野君の一騎打ち勝負ということで見ていきたいと思うんですけども、次が4回転のループかな。 ちょっと回転が足りなかったかな。4回転ループですね。あ、これがまあ結構限定まあ、でも回転が足りない可能性もあるんで、これはバツ三角っていう感じかな。4回転のトーループあ綺麗ですね。もうこの辺のも、ね、もう安心して見ることができますね。うん。はい、というわけで4回転ループ調整します。ちょっとか回転が足りなかったかもしれないですね。 おートリプルアクセルトリプルトーめちゃくちゃ綺麗もうかんかもうすごい綺麗ですねあの着氷の仕方の時のとこ,ろと,ところとかもすごいやっぱ美しいしスピンのポジションなんかもポジションもいいし回転速度も速いのです晴らしいですねやっぱはいここから中後半かなもうはい、えー、チェンジシットスピンですね チェンジ、シットスピン。まあジャンプは全て、あのー、4回転ループ以外はま丸かなと思います。はい、でステップシークエンスですね。うん、はいこの辺用のステップを堪能していきたいと思います。 ステーティング、本当に滑らかであのすごいですね、普通、こういうふうに滑るとなんかギーギーなっちゃうんですけど、僕だったら全然なんないのは本当すごいですね。4回転のトーループ、<laughs> <laughs> なんか笑,笑っちゃいますね、もうなんかもう、なんかもう全然なんかもう、うわーっていうか大丈夫かなってこう,こうじゃないのね、もう,、ね、もう,こ,うこう、こう。 <laughs> もうそういう感じなんで余裕があると言いますかねはい4回転トーループオイラーサルコーでございますでこれトリプルループト,トリプルフリップかトリプルフリップあダブルトあトリプルフリップダブルトウにしましたねこトリプルループじゃなかったですねああそっか彼心配だったのかなあれかトリプルアクセルです あー、シングルアクセルになっちゃったそれは一番やっちゃだめなとこなのに <laughs> せめてトリプルアクセルでオーバーターンとかだったらよかったんだけどシングルアクセルはだめでしょうってね。はい、まあ。とりあえず多分トップに立つとは思うんですけど、多分。多分ね。多分。うん。はい。 あーでもこの辺のステップスピンなんかもう本当素晴らしいですねもうもう本当見入っちゃいますもうスケーティングだけでも4回転分ぐらいの点数1本与えてもいいんじゃないかなって思うぐらいです PCS にはまりきんないスケーティングをしてる気がするのでもうスピンの,このアウトサイドでこうくるくる回ったりスピード落ちませんからねすごいわーあーでも悔しかったねうーん <laughs> はい、あ、でも速報値百二点ですよ。皆さん百二点速報値見えるかな、百二点。あ、消えちゃった。うん。はい。まあ、でも速報値って結局その回転不足とかが反映されて、あの減点されていくことが多いんですけど。ただ、カリウム君の演技は結構その減点されるっていうことはないので。あの、あの、だからそういった意味で考えると、まあ速報値のままいけそうな気はするんですよ。 うんでまあ、今回ポイントとしてはまあジャンプ勝ちましたけど例えば4回転の,そのサルコーとか4回転とトリプルアクセル決まったものはものすごい大きな加点というふうに僕は思っています。決まったものに関してはまあかなり大きな加点になると思いますからこれですねこれとこれとこれ,これもまあ多分加点になります、ね、でやっぱトリプルルッツジャンプっていうのは今控えてますね彼はね。 あのやっぱちょっとこうかあのエッジエラーというかアテンションがつくっていうことがあるので、まあ、レッツジャンプを控えてて、えー、やっいいるのかなっていう感じがありますね。はい、あの決まったところはどんどん大きな、えー、満点に近い加点がもらえるようなそういうことになるかと思うので、まあ、失敗はあったんですけどねただこのシングルアクセルこれはね是非トリプルアクセル飛んでほしかったですね。うん まあ、あのトリプルアクセル飛,ばる飛ぶと、まあ、後半ですし、えー、GOE とか伸びて10点以上取れるとこだと思うので、まあ、そう思うとこれがシングルになっちゃうと10点近くロスになっちゃいますのでちょっと悔しかったですね。はい、ただ、まあ、スピンステップはほぼ全部レベル4で大きな加点を伸ばしていくというふうに思います。で PCS に関しても高い得点が出ると思います、まあシングル。トリプルアクセルがシングルアクセルになったのと4回転ループが、まあ、この回転が足りなかったそして えー、まあちょっとこう両足気味っていうところで減点されますはいなので、まあ、多分ですねこれは彼はトリプルループになっちゃうっていう懸念をしてですねまあここのトリプルフリップダブルトーループにしたのではないかなというふうに思いますまあでもこれがですね例えば4回転のループからの例えばアンダー、えー、ダウングレードとかの場合はまあ あの4回転ループ判定ですので、まあ、トリプルフリップトリプルループやってもよかったなっていう部分はあるんですけどトリプルフリップを降りた後にかなり流れすぎたんですよねこれね。そうすると、まあ、トーループジャンプの方が、まあ、トリプルループを飛ぶためにはちょっと一回止まってから止まって受け上がらなければいけないっていう動作があるので、まあ、なかなかトリプルループにする。 といいうのは難しかったと思いますあのトリプルフリップ起きた後に流れすぎたんで、ちょっとこうトリプルループをやるためのタイミングをつかみづらかったのかなというふうなところが一つ考えられますね。はい、ただ、まあ、トリプルアクセルのところが、ね、シングルになってしまったのがちょっと、えー、悔しいですね。はい、得点どれくらいでしょうか、うん。テクニカルエレメンツ98.5差、それでも98点ですね。 すすごいですね。98.53で93.38総合得点が191点ということがあります。ああ総合得点が297点ですね。はい。これは宇野選手あの金メダルのチャンスでございます普通にやったら宇野君が多分これは金かなと思うんですけどね。はい。というわけで現在。 え、えっと梶山優馬選手が二百九十七点でと、まあでもミスがあってこの点数ですから。相当ね、他のところの質がいいということでございます。はい、宇野君登場です。頑張れ。はい、皆さん、大丈夫でしょうか。これ多分僕の動画見た後なんでもね。あの安心して見ている方も多分多いとは思うんですけど。まあ、ちょっと書いていきましょうね。宇野君のボールト、衣装をね、青に変えてるんですよね。はい。 どうかな緊張していくかなそうやって最初ね手あげるんだよね確かあまだかあそうここからこうやって手をあげてこう行くところあーあなんか宇野くんのが緊張すんなちょっと狩山くん宇野くんのが緊張すんね はい。最初四回転フリップですね。あ、ルール、ループか、ループ、間違い間違い間違えい。完璧です。はい、めちゃくちゃ綺麗です。あ、もう、ね、インク出てほしいな。はい、とりあえず四回転ループは仕留めましたね。あれ、僕間違い四回転ループ、次はフリップ。違うよ、サルコーだよ、次。何言ってんだ、僕は。はい。四回転サルコー。 安定感ありますね。もうこのね、あの後半シーズン後半に向けてこの二つはね、もう完全に武器になりましたね。うん。これはね、彼は武器になったと思います。はい。これ花丸ですね。四回転サルコ大丈夫か。四回転フリップやって次あ、四回転と完全に抜けてんな。四回転通るペ！ああかわいいいすご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 い。 <laughs> やべえ、これ後半、号泣かもしれないね、これ <laughs> イーグルからのトリプルアクセル、はい、トリプルアクセル、おー、すごいもこれね、もうそこで、ここで、このトリプルアクセル、めっちゃね鋭いんですよ、うん、はい、ちょっともう、もう、成功宣言します、僕は、はい4回転トーループですよね、もう成功せジャ、ジャンプだけね、勝ちますね、7つの、えー、もう成功宣言します、僕は。はい えもうこういう感じでジャンプが続いていくということでございます。はいはい今あのえっとまあここまで行ってます。全部ここまで花丸でございます。はいここのねまあフリップがねちょっと最近後半にかけてまあそのシーソーの関係でこっち前シーズン前半はこっちが良くなかったでも後半はこっちが良かった前半はこっちが良かったけシーソーの関係があったんです。あフリップフリップ。いけいけ。 やったー,やったー <laughs> あっ、4回転トーループ、もうここはちょっともういいよ、見せましょう。はいあれ、オーバーターンしちゃっただためだよ、オーバーターン、もう4回転トールオーバーターンしたけど、でも、小野君、金じゃないこれ、あ待って、でも、リピートかな、あれ、リピートじゃない、いいんだ、リピートじゃないよ、だからまあいいや、大丈夫、これなら。あ、トリプルアクセル、シングルオイラートリプルサルコーは、これは、フリップは、あの、 オリンピックでミスっちゃったんじゃなかったっけフリップおいだーねーおい危なかったおいだ危なかったおいだ <laughs> 危なかった、ほ金と、あれ、誰か、やべ、腰抜けそう、おいらめっちゃ危なかったですね、今ね、すげえ、ああ、ステップもう、イいーが危なすぎて、このくん、金だわ、うん、<laughs> 金宣言ですね、もう、あの、ああ、ステップ、あっ、うん。 あーすごい終わった <laughs> 終わったよ <laughs>。 最後のステップ、あのもうオイラーがあの危なすぎて、何も頭、残ってないですね。<laughs> いやー、これ金ですね、宇野君、たぶん。うん、いや、危なかった、これ。<laughs> 危なすぎです、オイラー。あって、あの本当にこれ待って、ちょっともう一回あの見たいな、あの僕が勘違いしてた顔したんですよ。うん でもこれ4回転トーループがちょっとオーバーターンしたんですけどでもあのちゃんとダブルトーをつけてるんでこれコンビネーションジャンプそっかそっか本体つけたかったのかこれこそれはトリプルトーループしたかったんですよねうんそうしたとやっぱり1つコンビネーションジャンプ入ってないんで、えー、できればそうですね入れたかったですよねうんまあでもでも多分宇野君史上最高だと思います僕はショートとフリーこんな揃えることができたのは初めてだと思うので 多分これは金だし、まあ、それから宇野選手史上かなりショート、フリー合わせてよかったと思うのでサルコーも多分いいですね回転足りてるんじゃないかと思います。でこれが4回転のトーループですね4回転トーループダブルトーループ。はいここしっっかりねあのあおっとあ お,おっと待って、4回転とダブルトーンの後に、オットが入りましたね、オッド。でもこれは多分、ジャンプ降りたにそに、そのちょっとこう、かかとが踏んじゃった感じがあるので、多分そんな減点じゃないと思う。ジャンプ自体は良かったと思うんで、多分、あ、えと、ー、でちょっとプロトコル表確認したと思うんですけど、多分大丈夫ですね。もうそれよりもあの、4回転フリップ、どうかな、これ、うん。4回転フリップも。 大丈夫ですね本当にね、ステファンに教わってから、鋭さがつってましたね。まあ、それにしても、あ4回転トーループ、これがオーバーターン。うーん、でも、なんかね、これまでのしオーバーターンとはまたちょっと違うんですよね。質がいいオーバーターンって言い方、トリプルアクセル、おっと危ねえよ <laughs> トリプルアクセルのオイル、危なかったですね。あともうちょっとでこう、なんか、えー、失敗しそうだったんですけど、なんとか大丈夫だと思います。はい 多分ステップとかもちゃんと見ることはできなかったんですけど良かったと思いますね。はいまあ、金メダルじゃないかな、宇野君、分。うんちょっとメダルを見て、えー、メダル確定すると金確定だと思うんですけどね。はいというわけで、まあ、こういう感じでございますね。うん、はい、うん、覗い,て <laughs> いやー、まさかのここで興奮するとは思わなかったけどはね、昨日よりはあの記憶ちゃんとありますね。 うん、はいというわけで何回点数出ますかね宇野選手金メダルです初の金でございますいやーすごかったうんまあでもこの金メダルっていう以上にこの演技うんいや312.48、うん、優勝ですねはい、はいえー、鍵山選手297.60で2位 はいすごかったですね、まあ、あのねショート、フリー、こんなに揃えることがなかったんでね、うん、いやーとりあえず、ここで金を取りましたんで、世界チャンピオンでございます、宇野選手、世界チャンピオン、おめでとうございます。 いやー今日は皆さんこれはちょっと寝れない方多いんじゃないでしょうかねでもね僕ねあの金はいいんですあの、ね、演技終わった直後、まあ、始まる前からなんか金かなっていう感じはしたんでそこはいいんですけどただねここがねもうほんとびっ危なかった、うん、でねあのちょっとえー、繰り返っていこうと思うんですけどええー、ちょっと待ってくださいねあのまずねあの 僕ね、4回転トーループ持ってた時にオーバーターンしたんですけど、あのいいオーバーターンと言いますかね、ちょっとそのやっぱステファンの教えっていうのはかなり吸収できている感じがありますね。であと あのやはりこう全部すごくいい演技だったんですけどそれでもこうのくそんなにぴょんぴょんガッツポーズせずにですね、まあ、あのミスがあったっていうところとか、まあ、全て納得いかなかったこんなにいいあの演技をしたのにあんまり大きな,こうなんだガッツポーズとか見せなかったっていうところとか,なんかまだまだできるんじゃないかなっていう感じがしました。もしかすると この内容でもですね、宇野くんの中では50%しかできなかったんじゃないかなっていう思ってしまうくらいの表情だったと思います。まだまだできると思います。そこが僕はすごく良かったと思っています。はい。なので本当に、あのそこが僕は、えー、次につながるという意味でも良かったですね。ただコンビネーションのメンバーが1本入ってなかったんで、まあ、ここで入れたかったなっていう気持ちはありますね。はい。 というわけで、えー、と僕はまだステップシークエンスですね。このサル、あのアクセルの後のオイラーのせいで、わーってなったせいで、ちょっと見なかったんで、後でこの手を上げたシーンとかもね、ちょっと見ていきたいと思ってます。はい。というわけで、皆さんありがとうございました。あの、一旦動画を止めていきたいと思います。バイバイ。